どうも皆さんこんにちは、のってんです。じゃじゃーん、アイコン今日ですね。じゃじゃーん、ちいかわ筆箱デコやってみようと思います。デコるぞー。はい、もうね、最近私ちいかわにめちゃめちゃハマってるんだけど、今回はこの偽物のクリームのホイップルとか、あとはね、こういうスイーツパーツを使って美味しそうなちいかわ筆箱デコやってみようと思います。こういうふわふわクリームにちいかわとか言ったら絶対可愛いよね。これはもう大成功の予感さあ、一体今回はどんな筆箱が出来上がるのか、早速やってみましょう。コラボスライムキット発売中、詳しくは説明欄からチェックしてみてね。はい、ということで今回ね、筆箱が3色あるんだけど、どれ使っていこうかな。あー、ちょっと待って、なんかさ、こういうチーカーのキャラクターを見てみると、優しい色合い、パステルカラーが多い気がするんだよね。ってことでこれはなしこのどっちかだね。どうしよう。多分ね、どっちも可愛いと思うんだけど、今回はちょっとピンクの方にしてみようかな。やっぱチーカーのリーダーってさ、チーカーじゃん。チーカーのテーマからピンクだからね。よし、ということで今回はこの筆箱を使っていこうと思います。で、次は使うキャラクターだね。どうしようかな。みんなね、すごい可愛いんだよな。さて、並べてみよう。ほい、チーカー3人、8割ウサギ、クリモンジュ、モモンガ。なんでちいかわさんにもいるんだああ、でもさ、やっぱりちいかわ筆箱作り初めてだから、今回はメインメンバーでいこうかな。ちいかわと始まるとうさぎ。ということで、この二人は確定でしょ。ちいかわをどの子にするかだよねニコニコのやつか、普通のやつか、なんかパジャマみたいな着てるやつ。一旦じゃあちょっとパジャマはやめとこうかな。色かぶるし。すごい、今回消去法で決めてるで、この二人だね。どうしよう。どっちもね、可愛いんだけど、バランス見よう。このメンバー。今回さ、8割がニコニコだから、あえて違うタイプ。この普通のチーカーにしようかな。うん、なんかバランスいい気がする。で、配置。やっぱチーカー真ん中で、8割ウサギ。おぉ、やっは、うん、こんな感じでいいんじゃない。あ、もう可愛くなりそうな予感。ということで、まずじゃあリーダーのチーカワエリアから作ってみよう。よし、じゃあチーカーゾーンはこの白のホイップルを使ってデコっていきたいと思います。一旦じゃあチーカーはこの真ん中に乗ってもらうかな。真ん中にちょっと絞って、ちょっとホイップル固まりかけてる結構前に開封したやつだからね。よし、乗れ、イエーうさぎみたいなチーカーになっちゃった。よし、でちょっとこのチーカーの周りにめちゃめちゃいっぱいスイーツあるみたいな、そういう感じにしていこう。よいしょ。で、チーカーはね、なんだかんだ意外と豪華にやるタイプだから、やべ、硬いまあね、多少クリームの形が崩れても上からね、いろいろデコれば大丈夫だと思う。チーカーごめんね、後で可愛くなるから心配しなくていいよ。よし、 OK、 あ、硬かったで、チーカーの周りにはこういうピンクとか赤系のパーツをデコっていきたいと思います。これはね、多分色さえ合えば可愛いと思う。ちょっと待てよ、これ可愛い、これも可愛いな。これちょっとビビッとすぎるかな。もうちょっと柔らかい感じのピンク、この辺じゃない。で、ちょっと大きめのパーツからつけていきます。わー、これちょっと待って、でかいかな。もういいか、可愛いと思う。イエーイいいね、チーカーっぽいよ。なんか僕あんまりいいこと起きないんですみたいな感じしといて、意外と豪勢にやるタイプだから。よし、いいよ、チーカーっぽさ出てる。よし、どう？あいいね、かわいい。チーカーはすごいモリモリになったねよし、じゃあ次は8割いこうかな。8割。8割はね、結構節度を持った添い方するから、まあ、そんな派手派手じゃなくていいと思うんだよね。ということで、まずはこの紫のホイップ、じゃない、水色。まずはこの水色のホイップルで8割の土台を絞っていきます。まあこれはなんとなくでいいかな。この辺に8割くるよ、みたいな。あ、待って、すごい柔らかい。さっきのチーカーとは大違い。よし、じゃあ8割この辺に座ってもらって、イエーイ、たっぷすった、イエーイ。で、もう8割は欲張らない。欲張らずに、なんか1個アイス食べてみますみたいな。結構シンプルめだね。いいじゃん、8割。足ることを知ってるからね。これで大満足。
ただちょっとあまりにも寂しい、チーカーとのね差がすごいから、ちょっとこのドリンク置いてみようかな。キウイドリンク、これならね8割もう大満足でしょ。結構存在感あるからチーカーに負けてないんじゃない。よし、じゃあここに土台を置いて、さあどうぞ8割美味しいキウイジュースだよ。イエイエイ、突破すった、イエイ。あ、いいじゃんいいじゃん。結構豪勢だったね。まだチーカーには負けてるけど。まあまあまあいいんじゃない、なんか性格出てるね。で最後ウサギだね。ウサギはね今回紫のホイップル使いたいなと思うんだけど、どうしよっかな。ウサギの性格を考えるとなんか結構めちゃくちゃな顔しそうだから、めちゃくちゃバージョン、あ、ちょっと待って、いいこと思いついた。これさ、スイーツデコ用のパンケーキがあるんだけど、この中にウサギを挟んじゃうってどう？よくない？なんかめちゃくちゃっぽくない？あ、いいじゃんいいじゃん。ちょっとその作戦でやってみよう。果たしてどうなるか。よし、じゃちょっとまずここに一旦土台を作ってパンケーキを乗せる。よし、でここにウサギ、うわ、いや、なんかやばいことになりそうだな。なんか他に、あ、これさ間にイチゴ挟んでみようかな。わ、めっちゃいいじゃん。ちょっと派手すぎ。まあウサギならこれぐらいのことやるから。じゃあクリームを絞ってここにイチゴ、ジュン。うわ、これ超いいんじゃない。でもう一回クリーム、そしてウサギ、じゃじゃーん。やばいねウサギ。ただこれ上ちょっと無理だよねパンケーキ。この横に添える感じでいいか。うん、それもそれでも十分可愛いと思う。よし、じゃあ土台を作ってニュルニュルニュルっと、オッケー。でここに立てかける。あ、いいじゃんいいじゃん、可愛いよ。で、あとはいい感じにクリームを絞って、ここにデコバーズだね。どうしよう、やっぱウサギはね、黄色とかオレンジ色が合うと思うんだよな。うん、どうしようかな。ちょっとこのクリアなアメちゃんを置いて、お星様、ここにチョコとかどう？じゃん。わー、かわいい。めっちゃいいじゃん。よし、じゃあちょっと整えて、ちょっと待って、やっぱこれも入れたいな。ほい。で、ハートマカロン。うわー、かわいい。オッケー。よし、じゃああとは仕上げにソースとフレークをかけていきます。まずこのウサギのところはマンゴーソース。これね、美味しいと思うんだよな。よろっと。うわー、すごい。すごいことになったウサギ。いや、いいね、美味しそう。で、8割のところのフレーク。どれがいいかな。あ、星にしようかな。よし。じゃあこの星をコロコロっとかけて、コロコロ、オッケー。よし、じゃあ最後チーカーの部分にもフレークをかけたら、じゃじゃーん、チーカースイーツ筆箱デコの完成。いや、これめちゃめちゃ可愛くできたんじゃない。個人的にはね、このそれぞれの性格が出てる感じが気に入った。ハチワルは結構シンプルめ控えめな感じで、チーカーはなんだかんだ贅沢な感じ。でウサギはもうはちゃめちゃだね。パンケーキの上に乗っちゃってます。いやー、もう大満足。あ、ただこれ筆箱デコだよね、筆箱。なんかちょっとデコパーツが大きすぎるから実用性はあんまりないかもしれない。結構かさばる感じ。まあでもね、小物入れとしてはすごい可愛いんじゃないでしょうか。うん、置物兼小物入れだね。ということで、ちいかわ筆箱デコ可愛くできて大満足でした。イエーイ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いや、もう今回大成功だね。なんかね、個人的にはホイップルさえあれば絶対可愛くなる気がする。うん、失敗なし。本当にね、めちゃめちゃ簡単に可愛くできるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それではじゃあねー。